1月19日、中目黒ジュークセンターで健康麻雀入門講座が行われました。健康麻雀はかけない、飲まない、吸わないがキャッチフレーズとなっています。この講座では初心者を対象にプロ雀士から基礎をしっかりと学ぶことができます。初回となったこの日はパイの種類や揃え方のほか、ゲームの手順など基本的なルールを教わります。この順番ものすごく出てくるので、かけない、飲まない、吸わないで楽しく遊びとしてきちんと皆さんに、知っていただくっていうのと、あとはですね、一つ言われているのは認知症予防ということで、そちらを楽しくやっていただける環境を作る、そして覚えていただくっていうのをしております。麻雀を通して仲間づくりのコミュニケーションが図れるのも特徴の一つです。同じ宅のメンバーでわからない部分を教え合いながら会話を楽しんでいる場面もありました。脳トレになるかなと思って今のうちから始めたかったので、すごい頭の体操になって来てよかったと思いました。前から麻雀を習いたいなとは思ってたんですけれども、初心者 OK ですっていうのを知って、もうお電話は私が一番だったみたいです。4人で遊ぶゲーム性なので、そのコミュニケーションの取り方とか楽しみ方が千差万別で、自分なりの楽しさが見つけられるのも麻雀の魅力かなと思います。